時は戦国、真田の魂を守るためどこまでも共に戦おうと誓った兄弟がいた。武田家亡き今、真田だけが生き延びて何になるのです。武田の魂は真田が受け継ぐ。我らの戦いはこれからだ。影勝様に気に入られたようだな。真田と徳川の力の差は歴然。真田の敗北は目に見えている。徳川の言うままに領地を北条に引き渡せば真田の魂は失われる。従わねば徳川は真田を攻めるでしょう。雪村が上杉へ入ったとのことにございます。上田城は我らが落とす。その数およそ7000、真田全軍は3倍以上。そこもとは何のために戦う。徳川の理不尽に対し説を通したいのだ。乱世の嘘に巻き込まれた若き真田兄弟の熱き魂の物語が今始まる。真田の魂ここに据えた。戦国無双スペシャル真田の章。